今日は金曜日なんですけれども、あのね、昨日のビデオでなんかデイジーが自分で爪切りしてくれるって話をこうさらっと言ったら、なんかみんながすごいあれってハテナマークでいっぱいになったらしくって、一人でこう自分で爪切りするってどういうことっていう質問があったので、まず最初にそれをちょっと答えようかなと思います。いやですね、あのデイジー実はすごい手先が器用で、こう爪切り渡したらこう自分でこうやってパチンパチンって切ってくれるんですよって言いたいところなんですけど、まあそんなわけはもちろんなくてですね、あの実はね、あのオリバーは、まあ、小さい時、そのこれそれこそあの赤ちゃんのベイビーやった時に、なんかそのなんかこうファーマーズサプライみたいなところでこう買ってきてっていうか、まあその買ってきてやね、買ってきてこう育ててたんですけど、その後にデイジーをこう迎えして、デイジーはレスキューから来たんやけど、こうでオリバーを定期的に爪切りをするじゃないですか。で、まあ、オリバーをチョキンチョキンした後に、ほなデイジーもやろうかって言ってひっくり返して見てみたら、デイジーね全然爪が伸びてなかったんですよ。で、ユタって1ヶ月2ヶ月経ってるはずやからおかしいなと思って、なんかまあこの子はでももしかしたら爪が伸びるのが遅い子なんかなってその時は思ったんですよね。もう5年も6年も前の話ですけど、でしばらくしてまたその後で、デイジーちょっと見てみようと思ってデイジーってひっくり返して見てみたら全然爪伸びてないんですよ。でおかしいなとある日思ってたら、なんかねこう机に座って私がこうパチ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 なんかいろいろやってた時にデイジーがたまたま足元に座ってて、でそしたらパチンパチンっていう音がしてきたんですよ。何の音って思って下見たら、デイジーが自分でほらあの歯が生えてるでしょ、歯が生えてるからうまいこと、ウサギってねすっごい柔軟なんですよ体が、だからこううまいこと足の爪と手の指とこうパチンパチンって自分で歯で噛んでこう整えてたんですよ。でね、よーく見てみたら、まあね、あのほらウサギの爪って、まあ、あの多分猫とかもそうやと思うねんけど、こうピンクのところがクイックっていう、爪のピンクのところがクイックって言って、ここを切っちゃうと血が出るから、そこにこうそこを切らないようにうまいことこう光にかざしたりとかして、爪が黒いウサギさんとかもいてはるから、こ うまいこと光にかざしてこうピンクのところを切らないように人間も頑張ってこう切るんですけど、まあデイジーを見てみたら、デイジーねこのピンクのところから本当にちょうど1ミリぐらいで綺麗にどの爪もね、もうすっごい、もうむしろあの人間があの爪切りで切るよりももっとこうなんていうかギリギリまですっごい綺麗な形に整ってて、すごくないですか。でなんかしかもこうヤスリかけたみたいに先もツルツルになってるんですよ。こう人間がパチンって切るんじゃなくって、こうちゃんとこの爪の形に揃ってるんですよ全部。でなんかその白いところが1ミリずつぐらいにちょうどなるように、デイジーねいつ見てもね綺麗に整えてるんですよ。でなんかそのデイジーね、あの目にこうアイラインとかってお化粧とかも綺麗に普段してはるから、なんかデイジーはすごいなーって、お化粧も自分でするしネイルも自分でするし、ほんまに女の子の鏡やなーっていうのをこう本人によく言ってるんですけど、だからね自分で爪を整えるウサギさんっていうのは男の子はどうか知らないけど、女の子ではちょっと聞いたことがあって、でねデイジー結構他のウサギさんにもうなんか構ってあげたいっていうか、水黒いをすごいしてあげたい子で、なんかこう他の子の例えばこうなんかこう毛皮とかちょっとなんかここ直してあげたいみたいな、ちょっと汚れてるみたいなところがあったらもうすっごい面倒見てあげるんですよ。でもう綺麗好きでね、なんかねフロリダで一軒家に住んどった時にこう ビーチのそばに住んどったことがあって、でそこの家はあの家のねその窓っていうかドア開けたら裏庭があってちょうどフェンスで囲まれてたんですよね。だからウサギちょっと一日になんか朝と夜と出してあげてホリホリとかさせてあげてたんですけど、なんかねそれで外に出てホリホリとかして結構ドロドロになって足の裏とかなんか土とかついとって帰ってきても何時間かしてみたら足の裏また真っ白に戻ってるんですよ。だからウサギのグルーミング能力ってすごいなって思いますね。なんかねブログとかで、他のウサギブログとかで自分で爪切りをするウサギさんっていうのを昔見たことがあるんですけど、これは別にみんな自分で爪切りをしてくれるわけじゃなくって、なんかその子が自発的にやるようになって、あらこの子は自分で爪切りするのねみたいな、なんかことが結構多いみたいです。なんでね、まあ自分で本当に歯でこうガジガジガジってやって、ヤスリも自分でかけてもうすっごい綺麗にしてますって話なんですけど、まずとりあえず最初にその話をしとこうかなと思いました。はい。でね、
もうすぐ2月が終わりなんで、私ね、一応何年か前から、2年ぐらい前かなからこうバレットジャーナルっていうのをつけてるんですよ。なんで今日はちょっと簡単にですけど、この中身をこれからちょっとお見せしていこうかなと思います。私のバレットジャーナルはなんかこういう普通のやつになんかシールを貼ってます。でね、これは私の大好きなネットフリックスのアンブレラアカデミーっていうと、なんていうか、ドラマのステッカーで、でこっちにもう一個自分のジャーナル、なんか思ってることとかモヤモヤしたこととかを全部書き出してるジャーナルがあって、ここにこうなんかいろいろ書いてあるやつがあるんですけど、これとは別にこっちがバレットジャーナルです。でね、3月で、最近はなんか昔は結構ここにイラスト描いたりとかすごいまめにしてたんですけど、最近はもうすごいシンプルになんか月のカレンダー3月って書いて終わりなんですけど、まあ3月ここになんか一覧みたいなのがあって、まあ、今月やらないといけないこととか、まあ、あと夫の誕生日があったりとかで、日付となんか予定と、あとはね、これね、電気のメーターを毎日チェックしてるので、まあ、電気のメーターの数字を書き留めるようになってます。でね、ここに隣のページにハビットトラッカーがありまして、お金を使わない日、ブログ書いた日、 YouTube やった日、あとソーラーに切り替えた日っていうのがあって、まあ、このシャークウィークっていうのはあれですね、まあ女の子の生理が来て何日目でそろそろ来るなみたいな、ね、スペンディングログ、これはね、家計簿ですね。でね、スペンディングログは何を書き留めてるかっていうと、まあ、お金を使った日付とカテゴリーと、まあ、使ったお店とかですね。で、まあ、いくら使ったっていうのと、まあ、備考欄があれば備考を書いてます。あとは、3月のゴールとか、何をやりたいみたいな3月のゴールのページ。ここちょっと全部見せられないので隠してありますけど。と、今月何食べましたっていうことで、1日から31日まで、まあ、食べました、食べたものログみたいなのをここに書くようにしてます。で、隣のページに今月やろうかなっていう YouTube のアイデアみたいなのを書いてあって、で、まあ、ここから先は好きに使っていいようになってます。で、今の時点では3月はまだ白紙なんで、だいたいね、どんな感じで使ってるかっていうと、なんか例えばこれ昨日とかを撮るの、ジャーナルなんですけど、なんかこう日付を書いて今日何喋ろうみたいなビデオの内容が書いてある時もあるし、なんかこういうご飯を作ろうみたいなのを書いてあったりとか、もうなんか話した内容やからいいよなと思って見せますけど、なんかこういう内容とか、あとは今日やったら例えば今日のこうデイジーの爪切りの話をしますみたいなの書いたりとか、まあ、今日やろうと思ってることとか、まあ、ここになんかランドリーとか買い物とかそういう予定が入ったりっていうこともあります。なんかね、ジャーナルは本当に自分の覚え書きっていうか、自分のためにやってるものなので、こう誰に見せるでもないし、逆になんかたまに英語で書いて、英語と日本語でなんかぐちゃっとなって書いてあるけど、こう夫がたまになんか見たりとかするから、見ないでねって言ってます。ここの中には私のなんかこう正直な心情とかが書いてあって、頭の中身が書いてあるから、できたら見んといてなって。で、ここはなんかなるべく日本語で書けるところは日本語で書いたりしてます。でね、こっちのそれこそ自分の思ってることとかをもうめっちゃ書いてる。なんかもう今日むっちゃムカついたとか、なんでムカついてるんやろうとか、なんかこんなん言われて、なんかこんなんでこう思って、でもなんでそう思ったんかみたいなをずっと延々書いていくんですよ。で、なんかそれはもう日本語で書いてます。なんか夫は絶対日本語わからないからなんで書いてるんですけど、ジャーナルを書くのがすごくよくって、実はこう自分がなんかね、例えば思うでしょ、で思った時になんかね、私自分の性格的にこうずっとそのことについてぐる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 考えてしまう癖があるんですよ。あと多分 HSP やからと思うんですけど、なんかこう人が言ったことをすっごい気にしてしまう、なんか気にしないでおこうと思ってもついそっちについて考えてしまうんですよ。あの人はなんでこんなことを言ったんやろうとか、なんか私はどうしたらいいんやろうとか、なんでこんなこと言われるんやろうとか、そういうことをずっと考えてしまう傾向にあるんで、もうね、ジャーナルをこう一冊作って、これもね、私の好きなアンブレラアカデミーのシール貼ってあるんですけど、
これねシール貼ってあるんですけど、なんかもうここにこうとにかくネガティブなことでも嬉しいことでもいいから自分の心に浮かんできたことをもうブレインダンプもうダーって書いて、で書いたらそのうちになんか結論が出てくるんですよ、なんとなくなんですけど。でなんかあーそっか、じゃあまあ別にそんな悩まんでもいいわみたいな感じで一回ジャーナルの中で結論が出るとなんかもうその後はよしおしまいって自分の中で区切りがつけれるから、こうその日一日同じことについてずっと何回も考えるっていうのが、まあ、避けられてすごいいいなと思います。なんですけどね、でもねあのバレットジャーナルもそうですけど、こうインスタグラムとか見たらすっごいこう凝ったなんか可愛いデザインのやつとか、こうマスキングテープとかこうステッカーとかめっちゃ使ってて可愛いみたいなのがすごいあるんですけど、私はね自分でなんか使いやすいようにやればいいと思ってて、人に見せるためのジャーナルじゃなくて、なんか自分のクリエイティビティとかプロダクティビティとかそういうのを向上するためのもんであって、なんかだからこうおしゃれでなくてもいいし自分にとって有効であればいいと思ってます。まあ、そんな感じでちょっとだいぶ2月のね頭ぐらいにバレットジャーナルを見せてくださいっていうコメントがあって見せようと思ってたんですけど、もうその時点では結構しっかりがっつり書いてあったからちょっと見せれなくてですね、まあ来月のためのセットアップをしたんで、なんかよかったらと思って今日はちょっとご紹介しました。あとですね、あそうだそうだ、あのバナナのコメントよくいただくんですけど、実はねバナナは仕組みがこうなってます。ここにね奥の方にあの食べるバナナ、もう売れてるバナナがあって、実はその手前に緑のバナナを買って用意してあるんですよ。でこうストックっていうか後ろのバナナを食べていって減っていって、ちょうど後ろのバナナなくなる頃にこっちの緑のバナナがちょうどよく売れて、こう後ろにこう移動するみたいな、なんかローリングストックみたいな感じになってるんですよ。だからこういつ見てもバナナ綺麗なバナナがかかってるっていう状態になってるよね。それがバナナのトリックですなんですけど、別になんか偽物のバナナが引っかかってるとかじゃないんで、まあ、食べたりとかですね、食べきれなかった場合はそれこそ冷凍してスムージーとかに使って食べてます。でね、ウサギがねバナナ大好きなんですよ。あんまりたくさんあげられへんけどもう大好きで毎日食べたいってなってるから、こう一応毎日必ずバナナは用意してありますなんですけどね。なんかね今日はねちょっとね、もう何があったとか詳しいことはもう言わないですけど、なんとなくはもうカリフォルニアに住むのしんどいわみたいな感じの日なんですよ。なんかねご近所で何かあったとかじゃなくって、なんかねうち RB に住んでもう3年ぐらいになるんですけど、今までフロリダで住んできて、でその後にオクラホマに引っ越して、言うたら RB のなんか仕様とかなんかについて何か言ってきた人っていうのは誰もいなかったんですよ。言うとあれやけど、ちゃんと家賃さえ払ってればもう誰も何も言ってけへんしほっといてくれたんですけど、ここなんかやっぱりカリフォルニアやなって思うのが、なんかねこの間インスペクションがあって、なんかこう排水をなんか夫がこう韓国行く前にやってくれたんですけど、こうそのドレインが何だったっけ、なんかねこうドレインの角度が決まってるらしくって、なんかその8分の1インチってね5ミリぐらいやねんけど、なんかそのなんか規定があって、そこになんか満たないからやり直してくださいとかみたいな感じであって、もうなんでやねんって思って、でなんか近所の人と話をしたんですよ。そしたら普通にRBに住んではる人で、こうなんかホースで排水してはる人もなんかホースの角度がやっぱりなんか規定に満たないから直してくださいとか言われたらしくって、ホースですよ、そんなん流れりゃええやんって思いません？思うねんけど、なんかもうカリフォルニアのガバナーのなんかもうギャビン・ニューサムの名前が書いてあって、こんにゃろうと思って今日はすっごいムッカーって来ました話なんですけど、なんかカリフォルニア好きで引っ越してきたんやろって言われたそこまでなんですけど、なんかねもう夫が韓国から帰ってきたら正直なんていうかシティリミット、なんかこう市内に住むんじゃなくって、ちょっともうなんか田舎って言うとあれやけど、こうなんか誰か農場を持ってるはる人とか、カリフォルニア農地が多いから農場を持ってはる人とかとなんかもう個人的に交渉をするとか、なんかそういうちょっと街のなんかなんていうの、街のなんか決まり、シティリミットから離れたところ、ちょっと離れたところとかにこう借りれるようなところがもしあったら、そういうところを探して、もうそういう鬱陶しいなんか決まりとか
いろんなのから関係ないところに引っ越しをしたいねっていうのをちょっと話をしてます。カリフォルニアのね、あの気候自体はすごいいいし、すっごい便利やし、いいと思うんですけど、なんかね、こうめっちゃ見張られてる感があるんですよね。なんか別に RB やねんから、ぶっちゃけこう誰にも迷惑かけてないし、なんかもっと他にチェックせなあかんとこあるやろとか思うんですけど、なんかまあそんなんがいろいろこういろいろ重なって、なんかもうめっちゃ今しんどいわみたいな時期になってます。特にね、まだね、あの夫がいてくれたら、夫が一緒にいてくれたら全然しんどくないんやけど、なんか一緒に考えて解決できるから、なんか今一人でそういうのなんか手紙とか受け取ってなんかげんなりみたいなのがあるから、だから余計にしんどいんかなと思いますね。もうでも夫帰ってくるまであと10ヶ月以上あるから、ちょっと頑張って踏ん張らんというかと思ってますなんですけどね。まあでも、とりあえず金曜日ですよ。金曜日ですよ。嬉しいね。嬉しいね。特に予定はないけど、嬉しいね。なんかね、夫となんか喋っとって、夫が韓国で買われへんものあるから送ってきてって言って、こう、郵便でなんか送ってくれって言われて、ぶっちゃけ私、韓国で買われへんものなんかないと思ってんですけど、なんかもう夫が、なんかあれとあれとあれと送ってって言うから、もうしょうがないじゃないですか。だから私昨日ね、ウォルマートにね、なんか行ってこういろいろ買って、もうあとはこう箱買ってくの忘れたんですよ。だからそれが入る箱買ってきて、買ってくるか探してきて、そこに詰めて、なんか来週とかまた郵便局行って送ってあげなあかんと思って、すごいね、なんかね、やってあげたい気持ちはあるんですけどめんどくせえってちょっと思いましたっていう。それでもやってしまうあたりがなんか自分のなんか性格というか、こうなんかもうそんなん自分で買えやって言えないあたりが、まあ旦那さん大好きなんやからしょうがないよなって感じなんですけどね。なんかね、でもね、ぶっちゃけ私は海外に住んで買えないものはもう買えないものとして、なんていうかこう割り切って我慢して暮らしてるところがあるから、もう10年もアメリカに暮らしてるし、なんか1年ぐらいの間ないものはないでなんとかしろよなっていうのは、嫁としては正直ちょっと夫に対して思うところはありますね。なんですけど、まあそんな感じで、まあそんな感じで、だからね、ちょっと昨日いろいろ買ってきたけど、ウォルマートでちょっと買えなかったものとかもあるから、今日もしかしたらこの後別のお店に行って売ってるかどうかチェックして、私も暇っていうか人がいいよねって感じなんですけど、まあ、チェックをして、まあ送ってあげられるように、来週ぐらいには送ってあげられるように準備したいと思います。はい、皆さんは週末なんか楽しい予定とかありますか？そろそろもう外出自粛とかもなかったりしません？ないまだあるって感じなんですけど、なんかまあ今週はこういうことをするよとか、こういうのが楽しみよみたいなのがもしあったら、ぜひコメント欄でシェアしていってくださいませ。はい、じゃあ今日のビデオはこの辺にしておきます。皆さんまた明日のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。